2017年、ラリーポルトガル世界ラリー選手権は、国際自動車連盟が主催する、ラリー競技の世界選手権である。ヨーロッパを中心として、アフリカ、中南米、アジアオセアニアなどの地域でも開催されている。閉催の WRC2、WRC3、JWRC などについてもここで述べる。 シトロエンチームと9年連続 WRC 王者のセバスチャン・ローブ、ダニエル・エレナ組1973年、それまで世界各地で単独に開催されていたラリーイベントを FIA の下に一本化し、ラリー競技の最高峰の世界選手権としてスタートした。FIA が主催する自動車競技の世界選手権の中では F1 世界選手権の次に長い歴史を持つ。 また開幕戦のラリー・モンテカルロは F1 のモナコグランプリより長い歴史を持つイベントである。選手権はもともとはマニュファクチャラー部門のみが争われたが後にドライバー部門とコドライバー部門の選手権も争われるようになった。また会のサポート選手権である w r c に、WRC3、JWRC が閉載されている。ラリーの種類は 行動や競技場などに設けられた、ス水コールスペシャルステージで、タイムアタックを行い、各、SS タイムの合計で順位を決める、スペシャルステージラリーである。SS と SS の間の移動は、リエゾン、または、ロードセクションと呼ばれ、一般車に混じり現地の交通放棄に従って、走行する。現行の標準的なスケジュールでは、 木曜日から日曜日にかけての3から4日間に20本前後の SS を走行する。SS の合計距離は300から 400km、リエゾンを加えた、早々行距離は1000から 1500km 程度である。SS の時間は基本的に日中で、時々早朝や夜間にも行われる。競技車両は一定数生産された市販車をベースとして、 公認範囲内で改造を加えたラリーカーである。性能別に数段階にグループ分けされているが選手権タイトルをかけた最高峰クラスはマニュファクチャラーの直営組織が開発した現在ではワールドラリーカーで競われる。競技車両にはドライバーとコドライバーの2名が乗車し、コドライバーがコース上のコーナーや路面状況などをあらかじめ記載した。 ペースノートを読み上げ、ドライバーはそれに従い運転操作を行う。また、基本的にはドライバーが運転操作を行い、ナビゲートするのが、コドライバーという形ではあるが、非常に稀なケースではあるものの両者の役割が逆転する場合もある。2011年スウェーデンラリーでは、ペターソルベルグ選手が一般道のリエゾン区間で、 スピード違反で免許停止措置を受け、処分の執行には48時間の猶予があったものの、最終ステージ前で執行猶予時間が経過したため最終ステージだけを、コドライバーのグリスパターソンにステアリングを託し、ソルベルグ本人は、助手席で運転操作を解説しながら最終ステージを完走するという場面もあった。このように、タイムアタック区間以外の走行区間では、 開催当外国の同行法に従わなければならないため苦肉の策が実行されるケースもある。また、スペシャルステージでアクシデントを起こして破損した車で走り続けるしかない場合もあり、そのままリエゾン区間に入ると整備不良や危険な破損者での走行ということで警官に止められ、その場合はその場で即刻リタイアを余儀なくされるケースもある。 このように FIA が定めた規則だけではなく、開催当外国の動向法も遵守しなければならない。4連補助等競技車両は、市販車両をベースに製作することと規定されているため、外観は、ベースモデルと大差ないが、特に最上位の WRC クラスが使用する WR カーは、エンジンや、各パーツ、駆動方式の変更など、内部は大部分が別物となっている。 駅には SS 用のステージモード、リレゾン用で低燃費となるリレゾンモードの2種類が設定されており、走行状況に合わせて切り替える仕様となっている。競技ライセンス、国際 C 級レース除外を取得し、規定に合致した車両を用意して抽選に通れば、一般人もプライベーターとして出場することが可能である。WR カーの後から、 同じコースを走りタイムを争い、時にはプライベーターがランキングの上位に食い込むということもある。なお子ドライバーもドライバーと同等の競技ライセンスが必要である。興奮する観客サーキットで行われる周回競技と異なり、一般道路や林道などを一時的に閉鎖して行われるため、設営された観客席は少ない。観客はコースを マジで見られることもあり、熱心なファンは足しげく観戦ポイントに出向く。しかし、車両がコースオフし客席に飛び込む恐れもあるために観戦には危険も伴い、過去には死亡、負傷事故も起こっている。観客たちが大きくコースオフした車両をコースに戻したりすることも多々あるが、本来ドライバー、コドライバー以外の人間が競技車両に触れることはルール違反なため、 ドライバーはペナルティを受けてしまうことが多い。逆に観客が競技の妨害を行うこともあり、開催中にコース上の札が閉められたこともある。現地の運営側が観客をコントロールできないと判断された場合は SS そのものがキャンセルとなり、実際にラリーポルトガルやラリーポーランドがこの流で一時 WRC から外された。広大なエリアでは、 時に観客がプロに代わるカメラマンとして活躍することがある。2005年のキプロスラリーではフランソワ・デュバルのコースオフと車両炎上のシーンにおいて観客が撮影した映像が国際映像として放映された。また近年はドローンが撮影に投入されておりダイナミックな映像の撮影に大きな貢献をしている。各々の国で開催される競技をイベントと呼ぶ。 年間のイベント数は1990年代中頃まで8から10戦程度であったが、増加を望む FIA の移行により、各ラリーの開催日数、走行距離の短縮やサービス回数の制限等、イベントの簡素化が進められたことに対応するように、イベント数が徐々に増やされ、2007年には全16戦、2008年は全15戦となっていたが、 2009年と2010年は2年間で24戦を各年で開催するという年間12戦のローテーション制となり2011年からは全13戦となっている F1 のオフシーズンであるストーブリーグが4ヶ月から5ヶ月近くであるのに対して WRC は1ヶ月前後しかないがシーズンオフが短い分 6月上旬から7月終わり、または8月初めまで、約2ヶ月間の休息期間となるインターバルを設けている。現在 WRC クラスのマニュファクチャラーチームは、全イベントに参戦することが前提となっているが、かつては有効ポイント制であったことに加えて、輸送の問題や参戦、コスト、マシンの得意、不得意などもあったため、 全イベントに参戦しない方がむしろ一般的であった。WRC 冷明期に日本勢がアフリカイベントで高成績を残すことができたのはそうした事情も関係がある。イベントで使用されるコースの路面環境は様々だが大きな分類では未ソ走路のグラベルとアスファルト舗装路のターマックの2種類で積雪路のスノーや凍結路のアイスは土台となる。 基礎路面で分類される。ターマックとグラベルが混在するミックスサーフェースのイベントもある。おおむね、ターマックでは車高を下げて体型の18インチホイールを装着するのに対して路面変化の大きいグラベルではサスペンションのストロークを確保するために車高を上げて小型の15インチホイールを装着する。全イベントの2、3を占めるグラベルも 地質や砂利の割合などそれぞれ特性が異なり一括りにできない難しさがあるためターマック、グラベルともに路面状況や天候を読みながらのセッティング、タイヤ選択がタイムに大きな影響を与えることも少なくない。左、ターマック用右、グラベル用かつてはタイヤの種類や使用本数に制限はなかったがコスト低減などを目的とした。 コントロールタイヤ制度の導入と同時に様々な制限を行った。タイヤの種類はトレッドパターンがブロック状のグラベル用、ターマック用のグルーブが少ないスリックのほか冬季イベント用にスノーとスタッド付きスノーがある。レギュレーションによりイベントで使用可能なトレッドはグラベル、ターマックともに1種類、コンパウンドは2種類まで認められているが、 例外として、ターマックの冬期イベントで路面のコンディションが多種多様に変化するモンテカルロでは4種類まで認められている。車両へ搭載されるスペアタイヤの本数は2本まで、新品タイヤへの交換はサービスパークへの入庫時のみ、交換本数も4本までとなっている。限られたタイヤ本数でいかに早いタイムを出すことが求められるため、特に近年は、 タイヤマネージメントの重要性が増した。前後左右のタイヤ選択、前後のローテーション、内圧設定のほか、勝負所となる重要な SS を見極め、タイヤを温存するなど様々な戦略が取られている。イベントごとに使用できるタイヤの総本数は異なるが、2014年のラリーイタリアでは、シェイクダウンに4本、競技では35本となっている。 2018年現在で FIA に認定されている公式サプライヤーはミシュラン、トマック、ピレリの3社である。2008年から2011年までは独占契約を結んだ1社が全てのマシンにタイヤを供給するワンメイクとなっていたが2011年からはタイヤメーカーの選択が自由となり各チームがそれぞれのタイヤメーカーと契約する形となっている。 なお、トップクラスの WR カークラスに関しては2021シーズンからコントロールタイヤがミシュラン製からピレリ製に変更されている。3日間または4日間で行われる。各日は D で表し、1日目は D1 と呼称する。D は実質的な競技区間の SS と計測地点の TC、行動を走行する移動区間のリエゾンに分けられ、 SS の合計タイムが最も早いドライバーが優勝となる。競技は相手なりーと呼ばれるタイムスケジュール表に沿って進められる。通常のスタート間隔は2分だがグラベルで無風状態になると全車走行後の土煙が2分以内に収まらず、後にスタートしたマシンが視界を遮られて影響を受けるため、その場合は間隔を1分延長し、 状況次第ではさらに1分延長されることもある。このため、サーキットレースとは異なり、トラブルで減速、停車した場合を除きコース上での抜きつ抜かれつは、ほぼ生じない。イベントが開催される、週の水曜日からアレッキと呼ばれる、競技で使用される、コースの下見走行を行い、ドライバーと小ドライバーは、コース状況を把握して、ペースノートの制作を行うが、使用車両は、 競技車両ではなく、一般車両となる。水曜日の夕方から木曜日にかけては、シェイクダウンと呼ばれる、実際に競技車両を使用して、最終チェックを行った後、車検を受けて規定外のパーツの装着がないか確認が、取れると、競技車両は、パルクフェルメと呼ばれる、車両を保管所に置かれ、ドライバーを含めすべての関係者は競技開始まで、触れることができないようになっている。 リエゾンを走行する、車両を一般道路を使用する移動区間。スタートした車両はリエゾンを通り、DC へ向かう。SS と異なり閉鎖されていないため、現地の交通法規に従い一般車両に混じって走行する。そのため、競技車両は開催国のナンバープレートを装着する。リエゾンを走行することも、 競技の一部であり、主催者から示されるコマ図に従って走行するという、ラリー競技当初の姿が、現在も残っている。TC に入る時間は車両ごとに指定され、指定時刻に遅れた場合は1分につき10秒の、ペナルティが総合タイムに加算される。スピード違反や一時停止義務違反で現地の警察に、検挙されることもあり、ドライバーが、 免許停止などの処分を受けた場合、以後のリエゾン区間は、コドライバーがステアリングを握って、ドライバーがナビをする。また、各国の法律に定められた、法案基準を満たしていない場合は、走行を止められることがあり、特に、SS 区間でのトラブルで車が破損した場合などに、問題となる。一般道路を一時的に閉鎖して作られた区間で、スタート地点は、 DC 内に設置され、1台ずつ、一定間隔でスタートして、タイムを競う。イベントによっては、一般道路を閉鎖して使用する SS とは異なり、人工的に作られた、サーキットコースのような特設会場で、2台の車両が、仕切りのあるコースを同時にスタートする、スーパースペシャルステージも存在する。スーパーエスエススピード感のある走行シーンが見どころで、あるため、 メディア中継が行われるのも SS であることが多い。SS の数はイベントにより異なるが、概ね20前後で、各 SS の距離は 2km 前後から 50km 以上まで存在し、合計距離は300から 400km 程度と、なっている。2011年からは、パワーステージが導入された。タイトル争いでは、 わずかなポイントが結果を大きく左右する場合があるため、デイリータイヤやトラブルで上位進出の可能性がなくなった場合は、パワーステージでのポイント獲得に切り替えることが多い。破損した車両サービスパークタイムは早いほど良いため、ドライバーは全力で挑むが、時にはスピンやパンクによるタイムロスも発生する。また、事故や機器のトラブルなど、車両が深刻なダメージを受けて、 走行不能となった場合は、リタイアした SS と同日に行われるすべての SS が、リタイア扱いとなる、デイリタイアとなる。全損でない場合、指定の時刻までに車両を走行可能な状態にして、認定を受けた場合は、翌日の出走が可能となる救済措置のラリーに規定が適用され、ペナルティとしてリタイアした SS と走行できなかった。 残りの SS のトップタイムに5分加算されるが、総合成績は有効となる。ただし、最終日にリタイアした場合は、同規定が適用されないため未完走扱いとなり、総合成績は残らない。デイリタイアの時点で、優勝やポディウム争いからは脱落してしまうが、以降のイベントに向けてのテストやセッティングと割り切って、走行することが多い。2014年からは、 シードドライバーが、デイリータイヤし翌日出走する場合、前年のドライバーズポイント順である、絶剣ナンバーが15番までのシードドライバーの、最下位に組み入れることと規定された。これは、あまりにも、回の出走順にしてしまうと、技量の高いシードドライバーが、タイムの遅い前走者に追いつき、危険と判断されたものである。スタート順は、 グラベルのイベントにおいては重要なファクターとなる。最初にスタートするドライバーは堆積する土砂をかき分ける掃除役となり、不利をこむることが多いため、これまでも様々な対策が取られてきたが、根本的な解決策は定まっていない。2013年までは事前に行われる予選で、タイム順に上位のドライバーから自由に決めることができたが、2014年からは、 予選が廃止された。新方式は、初日のデイ1は、ドライバーズポイントが高い順、デイ2以降は、スーパー SS を除く、前日の最終ステージを終えた時点での、総合成績順となっている。各デイ最後の SS 終了後は TC に移動して、リエゾンを通り、サービスパークと呼ばれる各チームの本部に戻る。サービスパークでは競技中の整備や給油などの、 各種作業が許されるが、制限時間があり、制限時間をオーバーしたり、SS を欠場して、マシンの修復を行う場合は、ペナルティとして、タイムが加算される。その後、車両は再び、パルクフェルメに保管されて、次の例の競技開始を待つ。サービスパーク以外で簡単な整備ができる場所、リモートサービスを設ける場合もある。 2014年に FIA における地域選手権も含めたラリーカーの規定は6つのクラスに再編された。グループ R の R3D 以外はすべてガソリン車となる。従来は各クラスに多数の規定が混在していたが2019年にグループ A、グループ N を排除して簡素化された。また2020年にはグループ R のうち R3 以外のすべてが ラリーへと解明している。現在の車両の区分は以下の通り。この技術区分はプライオリティの基準として用いられる。2018年までのテクニカルクラス車両の詳細は競技クラスを参照。その他、これらのクラスとは別枠でエイズンの認める地域選手権独自の規定の車両がエントリーすることも可能である。ただし、安全基準は FIA のそれに準ずる。 またチャンピオンシップポイントを得ることはできず、商店街での参加となる。2019年は WRC の他に WRC2、WRC3、JWRC という3つのサポート選手権が存在する。このうち WRC2 と WRC3 は全 WRC イベントで閉催される。タイヤは2021年現在。 全クラスでピレリとなっている。トヨタヤリス WRC ヒュンダイ I20、クーペ WRC 選手権の名称にもなっている、最上位クラス。1973年誕生。マニュファクチャラーとして参戦するチームは、全13戦で2台以上のエントリーが、義務付けられている。ポイントは、全戦有効。カーナンバーは、基本的に1から30番だが、 それ以外をリクエストすることも可能。2019年より、チャンピオンドライバー以外は、2から99のうちから、自由選択となった。WRC クラスでのみ使用される。WR カーは量産市販車に4リンク化や、ターボ化といった、大幅な改造や変更を施す規定で、1997年から、施行されている。ベース車両は古くは、 クーペやセダンが主流であったが、現在は、全車が、B セグメントハッチバックを採用している。2017年規定の WR カーのエンジンは、直列4気筒 1.6L ターボの、GRE と呼ばれる規格で、最高出力は、約 380PS。最大トルクは、約425ナノメートルを発生する。00年代以降は、コストダウンの観点から、 改造範囲が縮小されていたが、2017年の規定では、空力、駆動面の大胆な規制緩和が行われ、速度と迫力が大幅に向上した。2018年まで、規則上では、WR カー以外にもグループ N、スーパー2000、グループ A、グループ RGT、グループ R などが参戦可能であったが、実際に、これを用いるエントラントはなく、 2019年以降は規則から削除されている。2022年以降は昨今厳しい環境規制への対応に迫られている自動車メーカーたちの参戦を促すためハイブリッドシステムとバイオ燃料を用いるラリー1規定が導入される予定である。1998から2010年の主な車種2011から2016年の車種2017年。 以降のシャシュシュコダファビア R5WRC の直下カテゴリー WRC2 は2013年誕生で WRC3 は2013年から2018年まで開催されていた二輪駆動部門の名称が2020年に別物として復活したものであるどちらもラリーに車両によって争われる点は同じであるが WRC2 には チームズ選手権が設定されている点が大きく異なる。チームズ選手権を争う場合は、最低7戦に、最小でも1台をエントリーさせなければならない。WRC には、全1 3戦中上位8戦 WRC3 は1 3戦中最初に参加した7戦のうの、内上位6戦分のポイントが採用される、有効ポイント制である。 カーナンバーは2018年までは31から60番。2019年より20番以降となる。使用車両は2019年現在はグループ R5 車両のみで選手権が争われる。2013から14年まではグループ R4。2013から2018年まではグループ N4。スーパー2000もエントリーできた。また、WRC に発足当初は、 グループ N4 が対象のプロダクションカーカップが設定されていた。2020年からは、オレカ製の共通コンポーネント及び1.6リッターターボエンジンを搭載するラリーにキットカーも参戦可能となる。グループ R5 は、スーパー2000に代わる規定で、最大価格18万ユーロの規制のもとに、多数のメーカーが R5 マシンの開発を行っている。 エンジンは市販車由来の 1.6L ターボで、最大馬力 280PS 程度、大規模な空力パーツもないため絶対的な、速さこそ、WR カーに劣るが、コースや、ドライバーなどの諸条件が揃うと稀に、WR カーを上回るパフォーマンスを見せることもあり、現状では、WR カーに、最も近いマシンである。コストパフォーマンスに極めて優れているため、 プライベーターからの人気が高く、シコダのようにこのクラスを主戦場とするメーカーもいるため、かつて R5 規定を直 WR カーとする構想があったほどであった。WR カーがコスト削減の方針を撤廃したことでそれは実現しなかったもののワークスチームやプロドライバーが多数いる現状を鑑みて、彼らを対象とした WRC にプロクラスが誕生した。 WRC2 プロは1年間のみの開催で、2020年からは、ワークス向けの WRC2 プロを WRC2、プライベーター向けの WRC2 を WRC3 へと名称を置き換えることとなった。2020年シーズンは、WRC3 には、様々なドライバーが参戦できたものの、最終戦ラリーモンツにて前年まで、 ヒュンダイワークスドライバーのアンドレアス・ミケルセンがスポット参戦し優勝したことで苦情が発生。その影響で2021年以降、過去5年以内に WRC クラスでマニュファクチャラーズポイントを獲得した者または WRC に3チャンピオンの WRC3 参戦は認められなくなっている。2015年までの 主な車種フォードフィエスタ S202016 年以降の主な車種シトロエン d s 3 r 3 t w r c の育成向けクラス。2002年誕生。WRC クラスの有力マニファクチャラーで知られる M スポーツがプロモーターを務める。年間6から7戦でポイントは全戦が有効となる。カーナンバーは61から80番。 2015から2016年と2019年以降に1イベント中各国で最もポイントを稼いだドライバーをポイント対象とし年間最もポイントを稼いだ国に贈られる JWRC ネーションズトロフィーが設定されている参戦には29歳以下でかつ WR カーでマニュファクチャラーポイントを獲得したことがないドライバーという制限が課されており WRC への登竜門的な存在となっている。以前は JWRC でチャンピオンになってすぐ WRC で活躍するドライバーも多かったが近年は WRC の出場枠が少ないことや WR カーの戦闘力が以前より上がったこともあり一旦 WRC にへステップアップするドライバーが多い。運営側でも 優秀な成績を収めたドライバーには WRC に無償で参戦できる権利を用意している。2011年から車両、タイヤともにワンメイクとなっており、2018年はフォードフィエスタ R2 とピレリが指定されている。前身は1993から1999年開催の2輪、駆動車のための FIA2 リッターカップ。2001年に 改めて開催された FIA スーパー1600カップが翌年に JWRC と解消された。2006年以降はスーパー1600に加えて 1600cc 以下のグループ A3 キットカー、2000cc 以下のグループ N3、グループ R2R3 規定など多彩なマシンのエントリーも認められるようになった。2007年のみ、 ヨーロッパ以外での開催がなかったため W が取れ JRC となった。エントラントの減少から2011年に車両、タイヤがワンメイク化された。2011から2012年の名称は WRC アカデミーであったが2013年にはサポートカテゴリー再編とともに JWRC に戻った。 2010年までの主な車種鈴木スイフト S1600。奥はスーパーイグニスワンメイクカゴの車種クーペをメインとしたグループ RGT を対象とするカテゴリー。アークなどとも閉載されている。主な車種プロダクションカー世界ラリー選手権三菱ランサーエボリューション X2002 から2012年開催。市販車に安全装備など最低限の改造のみを 施したグループ N 規定の車両を中心に戦う。前身は1987年から開催されていた FIA プロダクションカーカップ。チームタイトルに当たるものは存在しない。スバル・インプレッサと三菱・ランサー・エボリューションの河川状態が長く続いたため、2007年からスーパー2000車両も許可され、2011年からは JWRC のワンメイク化に伴い、R1、R3 車両のための 2WD カップが創設された。2010年に、スーパー2000は SWRC へ分離され、2013年には、グループ N4 車両は、WRC2 の、プロダクションカーカップ、2WD カップは、WRC3 へと発展して、PWRC は消滅した。日本人、 日本車の活躍が多く、荒井敏弘が二度のドライバーズタイトル、やつ、田原文雄が、モンテカルロで優勝を飾る活躍を見せた。前身の FIA プロダクションカーカップでも、三菱、スバルの田松田、日産が、チャンピオンマシンとなっており、日本人では、西山博が総合ランキング2位に入っている。 なお2005年頃までは PCWRC と表記されていたが、現在は PWRC と表記するのが通例である。主な車種スーパー2000世界ラリー選手権、シュコダファビア S202010 年から2012年開催。市販車を自然吸気 2.0L エンジン、四輪駆動に、 完走するスーパー2000規定とグループ N4 の戦闘力の回離を鑑みて創設された。また、初年度のみ、チームタイトルとして選手権名の原案でもあった WRC カップがかけられた。マシンはスーパー2000のほか2011年からグループ R4、車両もカットされた。わずか3年のみの開催で2013年より、 WRC に栄光した。主な車種 WRC3 ョー 208R に2020年から開催されている WRC3 とは名称以外は全く異なるクラス。ワンメイク化された JWRC に代わって登場した WRC の二輪駆動車部門である。2013年から2018年開催。運営規則はほぼ WRC2 と同一で、 13戦、開催、7戦中6戦の有効ポイント制。カーナンバーは61から80番。マシンは二輪駆動のグループ R 車両から選べる。また、JWRC の車両は、WRC3 の規則と合致するため、両クラスに同時エントリーが可能となっていた。JWRC は出走イベント、参戦。 マシンタイヤメーカーなどを選べない班ではあるが、実際には JWRC のエントラントが WRC3 でも上位をほぼ占めており、両選手権でチャンピオンを獲得することの方が多かった。また、WRC3 としてのメディア露出もほとんどなく、2018年終了をもって廃止された。主な車種 WRC2 プロ2020年からの WRC2 に相当するクラス。ワークスチームやプロドライバーが対象で、グループ R5 で2019年のみの1年間だけ争われた。その他の焦点、トロフィー全クラス共通で、最終日の SS 終了時の順位で1位から10位までに25、18、15、12、18、6、4、2、1ポイントが与えられ、 1>, 1シーズンで最も多くのポイントを獲得したドライバー、子ドライバーがドライバーズチャンピオン、子ドライバーズチャンピオンとなる。WRC、WRC2、WRC3 のエントリー車両に限り、総合成績に関係なくイベントの最終 SS の1から5位に、それぞれ5から4から3から2から1ポイントのボーナス点が与えられる。 JWRC のみ、各 SS で最速タイムを記録するたび1ポイントのステージポイントが与えられる。回クラスの WRC2、WRC3、JWRC はクラス別にポイントが設けられているが、最高峰の WRC のドライバーだけはクラス順位ではなく、総合順位からポイントが決定する。また回クラスのドライバーでも総合順位次第で、 WRC のポイントを獲得できる。WRC には7戦中上位6戦、WRC3 は最初に参戦した7戦中上位5戦の有効ポイント制となっている。2020年の JWRC は最終戦のみポイントが倍となる。WR カーの製造者が該当し、WRC で開催される。 WRC のバゴード選手権にエントリーできるのはマニュファクチャラーごとに1チーム3台までで2チーム目以降はマニュファクチャラーズポイントは与えられない各マニュファクチャラーの各イベントの上位2名の順位が加点対象となるまた WRC には2台までがエントリーできポイント対象は1台のみであるドライバーズタイトルと異なり買イクラスのマシン 各マニュファクチャラーの再開者1名リタイア者を排除した順位でポイントを決める。例えば3名4マニュファクチャラーイコール12名がマニュファクチャラー参戦している状態で仮に全社がデイリタイアを喫しつつも完走した場合マニュファクチャラー選手権の加点対象は12名イコール8名となるため最低順位は8位となる。つまりこの場合どんな形でも最終日の 最終 SS を走り切れば、7位プラス8位分の6プラス4位イコール10ポイントは必ず獲得できる。年間最も多くのポイントを獲得したメーカーが、マニュファクチャラーズチャンピオンとなる。なお WRC が誕生した当初は、ドライバーズ選手権はなく、マニュファクチャラーズ選手権のみであった。2021年より、パワーステージにて、 マニュファクチャラーズ選手権ポイントも加算される。ドライバーズ選手権のパワーステージ同様に、各マニュファクチャラーは、パワーステージの上位5人のうち、自チームのポイント対象ドライバーの上位2名のポイントを獲得できる。WRC2 では、マニュファクチャラーズ選手権の代わりに、チーム選手権が設定されている。1チームにつき最大2名が対象で、3人目以降は、 別チームの扱いとなる。そのイベントで最もポイントを多く獲得した1名がポイント対象。ドライバーズ選手権同様13戦中8戦の有効ポイント制でチームのドライバーのうち1名でも参戦すればポイント対象となる。年間通して最もポイントを獲得したチームがチームズチャンピオンとなる。JWRC と年以降の w r c 三にチーム選手権に該当するものは存在しないが JWRC ではイベント前各国で最も多くポイントを稼いだものが対象の JWRC ネーションズトロフィーと呼ばれる国別対抗戦が存在するランチアストラトス九百七十三年の WRC 創設から九百八十年代初頭までは市販車に近いグループに 改造範囲の広いグループ4といった規定で競技が行われ、大手メーカーはグループ4に参入した。各メーカーは市販車を強化した特別使用車であるホモロゲーションモデルを販売し、その車両をベースに競技用車両を開発していた。グループ4の当時の生産義務が連続する24ヶ月間に400台と少ないことを利用し、ランチアが WRC のためだけに開発した市販モデルのランチやストラトスは例外的存在である。この頃のラリーカーはほとんどが 2WD であったが1981年にフルタイム 4WD とターボエンジンを採用したアウディクワトロが登場してラリーを席巻しその後のラリーカーの方向性を決定づけた。その後グループ1から発起定を廃止し 1983年から新規定に移行することが発表された。1982年は新給料規定に基づいた車両が使える移行期間であった。アウディクワトロ A にグループ1から8と複雑になっていた規定がグループ N、A、B、C、D、E、F、T に簡素化され、このうちラリーの世界選手権はグループ B にかけられることとなった。 グループ B の生産義務はメーカーの参入を促すため12ヶ月間に20台の競技用車両を含む200台と非常に緩く設定されておりこれによりさらに高性能なラリー専用車両が続々登場したグループ B 車両のほとんどは交換スペースフレームに市販車に似せたデザインの FRP もしくは CFRP ケブラー製のカウルを被せ 400PS、400 600PS と言われた高出力の下級エンジンをミッドシップに搭載しフルタイム 4WD で駆動するといったものでありメーカー各社は先営化した高性能車両を競って生み出していく。再現のない競争の結果として開発コストが上昇したため FIA はグループ B よりも金銭的な負担が少なく 競争が激しくなるような新しいカテゴリーとして、グループ S 構想を発表した。グループ B 規定により、走行スピードは劇的に向上したが、安全面が、その進化に追いつかず、多くの事故と犠牲者を生み出すこととなった。1985年ツールドコルスでのランチアのアッティリオベッテガの事故し、同年アルゼンチンラリーでのプジョーのアリバタネンの事故。 1986年、ポルトガルラリーでフォードからワークスエントリーしていたヨアキム・サントスが多数の観客を死傷させるなどワークスドライバーが絡む事故が多発。そして、1986年のツール・ド・コルスで発生したランチアのヘンリー・トイ・ボネン、セルジオ・クレスト組の事故死を受けて FIA は事故の翌日に 以後のグループ B 車両のホモロゲーション申請を却下することを発表し、その後1986年をもってグループ B の廃止を決定。翌1987年からは世界選手権はそれまで下位クラスであったグループ A で行われることを発表。同時にグループ S 構想も消滅した。1973年から1986年の 車種1973年から1986年の車種ランチアデルタインテグラーレ1987年の世界ラリー選手権はグループ A 規定に移行しベース車両は継続した12ヶ月間に5000台以上の生産が義務付けられたほか様々な改造規制が加えられて市販車に近いものとなったしかしハンドリングの向上とタイヤの性能が進化した ことにより、車両性能は、落ちるどころか、年々向上し、3年後には、グループ B のマシンを凌駕する速さを身につけた。フルタイム 4WD と2.0 l の、ターボエンジンは必須の装備となっていたが、そのような高性能なスポーツ車両を生産し、販売できるメーカーは少なく、参戦、メーカー数は減少した。スバルインプレッサ WRX ランチアはデルタを、 ベースとした車両を製作して、グループ A 時代を牽引するが、これに、日本のメーカーが勝負を挑む。日本の自動車市場は 4WD スポーツ車が、順調に売れる、世界的に見て珍しい市場であり、日本車メーカーはこぞって、高性能な 4WD スポーツ車を販売し、1990年代中盤には、それまで WRC の中心を担ってきた。 ヨーロッパの自動車メーカーに代わり、トヨタ、スバル、三菱、日産、マツダといった日本のメーカーが WRC を席巻した。トヨタはセリカでランチアの厚い壁に挑み続けて、ついに撃破し、日本車としては初のドライバーズ及びマニュファクチャラーズ選手権を制覇した。またスバルはインプレッサで1995年から1997年に、 マニュファクチャーラーズタイトルを3連覇。三菱自動車のランサーエボリューションが1996年から1999年にドライバーズタイトルを4連覇するなどし、1990年代後半は日本車税がタイトルを総なめにした。一方、グループ A の2500台という最低生産台数と市販車に近い規則が負担となり、 高性能 4WD を市販車のラインナップに持たないメーカーは撤退の位置図をたどっていたため、より参戦の門戸を広げる必要があった。こうして1995年には、フランスメーカーたちの提案により、FIA2L ワールドカップ向けに、改造範囲の広い 2WD なエンジン車の F2 キットカー規定が導入された。この動きは、 将来の WRC の 2WD 化を見越してのものであったが、既存のメーカーたちから反発を受けて、結果、F2 キットカーの 4WD ターボ版とも呼べる、ワールドラリーカー規定が1997年より導入されることで決着した。F2 キットカー規定は、その後規制緩和により戦闘力が向上し、1999年には、フィリップ・ブガルスキーが、 ターマックで WR カーをも下して2勝を上げる活躍を見せたが、これをきっかけに重い性能調整を受けて衰退。2WD 規定はスーパー1600へと発展し、現在の WRC3、JWRC につながっている。1997年にほとんどのメーカーが WR カーに移行する中、三菱だけはグループ A に止まり、 1998年に初のマニュファクチャラーズタイトルを、1999年もドライバーズタイトルを勝ち取るなどの戦果を挙げ、2001年半ばまでグループ A で戦い続けた。1987年から2001年の車種1987年から2001年の主な車種トヨタカローラ WRC グループ A の 国例として1997年から導入された WR カーは、継続した12ヶ月間に2万5000台以上、生産された車種の派生モデルに限り、直接的なベースモデルの生産台数を2500台とするもので、ワイドボディか 4WD への改造、リアサスペンション形状の変更、同一メーカー車に搭載されているエンジンへの換装や、 ターボの負荷など大幅な改造を認められたものである。この規定により高性能 4WD 車をベースにする必要がなくなったためヨーロッパの自動車メーカーが相次いで WRC に参戦しメーカー数が増加して活況を停止始めた。またアジア勢でもヒュンダイやスズキといったメーカーが短期間ながら新規参入した。WR c 導入の初期こそ トヨタカローラや三菱、ランサー、インプレッサといった日本車勢が引き続き強さを見せていたものの21世紀に入ると陰りが見え始めた。1999年に登場したプジョー 206WRC は2000年から2002年までマニュファクチャラーズタイトルを3連覇。2003年には本格参戦1年目にしてシトロエンが マニュファクチャラーズタイトルをダッシュし、その後2005年まで3連覇するなど、今度は一大勢力と化した、フランス社勢が台頭した。プジョーは、WRC の開催スケジュール等をめぐって、FIA との紛糾の末2005年で撤退し、シトロエンも2005年で一時撤退するが、2006年に、プライベートチームのクロノスレーシングを事実上の、 ワークスチームとしてサポートする形で参戦。その間従来の WR カーであった、クサラ WRC の後継となる C4WRC の開発を並行して行っており、2007年に再びワークスチームとして WRC へ復帰した。2004年からは、シトロエンのセバスチャン・ローブ、ダニエル・エレナ組による独走が続き、実に2012年までドライバーズ。 コドライバーズタイトルを9連覇、マニュファクチャラーズタイトルも、同期間中7度の制覇を果たすこととなる。フォードフォーカス WRC フォードは、グループ A 規定から引き続き M スポーツにワークス活動を委託していたが、フォードグループの経営不振などにより年を追うごとに、資金が先細りしていく状況にあった。2002年頃から毎年撤退が噂され、2004年には、 撤退寸前まで追い込まれるが、M スポーツ代表のマルコム・ウィルソンが、絶望的な状況の中でも諦めることなく、フォード首脳陣に対して参戦継続へ向けた、粘り強い交渉を行っていた。そして交渉期間中に開催された、カタルニア・ラリーとツール・ド・コルスで、連続優勝を成し遂げて状況が好転し、フォード本社が、ラリー活動の継続を決断した。 2005年に3年間の参戦と資金が確約されると構成に転じ、モデルチェンジしたフォーカス ST をベースに新型車両を開発。2006年は1979年以来となるマニュファクチャーラーズタイトルを獲得し、2007年にも連覇した。またこの頃から徐々に WR カーの主役はセダンから B セグメントハッチバックへと変わり始めた。 しかし2007年のリーマンショックに橋を発する世界的不況の影響により各自動車メーカーの経営不振、度重なる WR カーの仕様変更、WR カーの開発費用及び車両価格の高騰、イベント数の増加などにより徐々にメーカーが撤退し始め2009年時点で正式に参戦したのはシトロエン、フォードの2社のみとなった。 1997年から2010年の車種1997年から2010年の主な車種シトロエン d s 3 w r c WR カーはコスト高騰で新規ワークスの参入は困難になってしまったためコスト削減案としてすでに PWRC や IRC で活躍していたスーパー2000規定を導入しようという案が浮上した これは2.0のな、エンジンを使用し、ボディ補強など最低限の改造のみで、競技車両を製作するという規定である。WR カーという名称は引き継いだまま、新規格の WR カーをから導入することが、検討され、2008年12月に FIA は、S2000 をベースにボルトオンキットで簡単に、WR カーにできるようにする、S2000 プラスを提案した。 しかし FIA の中で意見が2点3点し S2000 プラスを撤回して2011年以降は S2000 をメインカテゴリーにするという話が浮上。再現なく続く議論に直車両開発をしたくてもできないシトロエンとフォードからは結論の出ない FIA に対して不満の声が上がった。最終的には世界ツーリングカー選手権など 他のカテゴリーと共通の規定のもとに製作される1.6リットル直噴ターボエンジンを S2000 車両に搭載した S2000WRC に変更することを決定。これにより、同年5月、フォルクスワーゲンがポロ RWRC で参戦することを発表している。フォードは2012年をもってワークス参戦を終了し、80年代以来長きに渡る。 挑戦の歴史を一度終えたが、M スポーツへの車両供給と技術支援は続けた。また2011年からは新たに BMW がプロドライブに制作を委託し、ミニカントリーマンをベースにしたミニジョン・クーパーワークス WRC で参戦したが、組織的な紛糾により2013年に姿を消した。フォルクスワーゲンは2013年に WRC クラスに、 本格参戦を開始、デビュー年でドライバーズ、コドライバーズ、マニュファクチャラーズの参冠を制覇した。2014年も高成績を継続していることを受けて、フォルクスワーゲンは、当初の2013年から2015年までの3年計画を延長、2019年まで参戦することを決定した。また2014年からはヒュンダイが、I20WRC で復帰し、 初年度で、念願の初勝利を挙げるなど活躍を見せたが、シトロエン・フォードらと共に、VW の3冠4連覇を阻止するには至らなかった。イクラスでは、S2000 や S1600、グループ N といった、車両規定が、グループ R のもとに、ピラミッド型にまとめられた。ヤリス WRC の巨大な、空力パーツ WRC 代表のカルロス・バルボサは、 近年失われつつある人気を取り戻すことを重視し、これまでの低コスト、規制強化路線とは、打って変わった、大規模な規制緩和を行うことを決めた。そして2017年からエアリストリクター小道は 33mm から 36mm に緩められ、エンジン出力が315馬力から380馬力へ、アップ。 最低重量は 1200kg から 1175kg に引き下げられ、アクティブセンターデフの解禁、リアディフューザーや、車幅の拡大もなされた。新規則発表に前後して2015年1月、トヨタはかねてから噂されていた WRC 復帰を発表。一方2016年11月に、フォルクスワーゲンが、 電撃撤退を表明したため、マニュファクチャラーの総数は増加には至らなかった。この新 WR 関所年度は、フォード社を用いるプライベーターの M スポーツが、メーカー税を破って参観を獲得する快挙を達成。これにより2018年から、フォードは、M スポーツへの支援を厚くする形で、M スポーツフォードの名で、ワークス復帰した。しかし、アジア社税が、 徐々に強さを見せ始め、2018年にはトヨタが、マニュファクチャラーズ選手権を奪取。2019年にはトヨタがドライバーズ、コドライバーズ選手権を、ヒュンダイも2019年に、韓国車初のマニュファクチャラーズ選手権を制覇。アジア社のタイトル独占は1999年、以来20年ぶりとなった。同年シトロエンが撤退を表明したことにより、 欧州車メーカーは再び WRC の最高クラスから姿を消した。2019年に自動車業界を取り巻く流れを受け、2022年からハイブリッドシステムが導入されることが決定した。導入から3年間は各チームに共通のハードウェアとソフトウェアが提供され、全社同一のシステムを使うことになる。WRC におけるハイブリッドは、 リエゾンなど都市部では電気でのみ走り、SS では電気ブーストとして利用することが狙いとされている。しかしハイブリッド導入でコストが上がる分を補填する必要があり、他の部分ではローテク化がなされる。具体的には前後メカニカルデフでセンターデフが廃止され、空力開発も制限されるため、迫力やドライビングスタイルは グループラリー2に,に近いものになると予想されている。新規、ワークスチームの参入を促すため、チューブラーフレームを使ったプロトタイプのボディワークも認められることとなった。これは、ベース車両のスケーリングも可能であり、従来のような B セグメントコンパクトカーのみならず、C セグメント車や SUV も規定サイズに縮小すれば参戦が可能となる。エンジンは GRE が維持される。 古くからホンダを除く、主要、日本メーカーのほとんどが参戦、活躍を見せた。トヨタセリカ GT4ST185 トヨタは、WRC の始まる前から、ラリー参戦を始めており、もともとドイツのプライベーターであった、オベ・アンダーソンモータースポーツを支援する形で、WRC 初年度から、欧州イベントを中心に参戦。カローラ・レビン。 セリカを運用して1975年の1コラリーで、初優勝を挙げた。その後、欧州イベント以外にも活動を広げ、82年、ニュージーランドのほ他、1984年から1986年まで、サファリラリー3連覇を果たすなどの活躍を見せた。1990年にセリカを狩るカルロス・サインツが、無敵で鳴らしていた、ランチア勢を破って、日本車で、 初のドライバーズタイトルを挙げると、1993年には、ユハカンク年のドライバーズタイトルに加えて、日本車初のマニュファクチャラーズタイトルを獲得。1994年もダブルタイトルを獲得し、黄金時代を築いた。しかし、1995年に苦戦から、違法なリストリクター製造に手を染めてしまい、 発覚後に FIA より1年間の出場停止処分が言い渡された。これを重く受け止めたトヨタは出場停止を言い渡された1996年に加え翌1997年まで活動を自粛した。1998年に WR カーのカローラで復帰するとすぐに三菱とタイトルを争い、1999年に3度目の マニュファクチャラーズタイトルを獲得。優秀の美を飾ってトヨタは F1 へ転身していった。それから18年後の2017年、ヤリス WRC で復帰。オペレーションはフィンランドを本拠とする富間記念、レーシングでエンジン開発を TMG が行う。 デビュー2000目のラリースウェーデンで早くも優勝を果たし、翌2018年には5勝を挙げて19年ぶり4度目のマニュファクチャラーズタイトルを獲得。2019.2020年には5、6度目のドライバーズ選手権制覇も果たしている。また、イクラス向けに TMG が開発した、ヤリス R1 や GT86CSR3 のプライベーターへの供給を行っている。 2021年現在、カイクラス含めて唯一 WRC にワークス参戦している日本メーカーである。日産、バイオレット日産も WRC の開幕以前からラリーに挑戦しており、サファリラリーで圧倒的な強さを示し続けた。1973年の WRC 開幕初年度にサファリでダットサンスポーツ 240Z が早くも、 日本のワークスチームとして WRC 初優勝を果たした。1979年から1983年にも A10K バイオレットでサファリラリー史上初の4連覇を果たした。しかしグループ B 規定が導入されると得意のサファリでもトヨタセリカなどの後陣を敗するようになった。1988年のアイボリーコーストでの 200SX の優勝が 日産にとっても最後の優勝であり、WRC 史上最後の FR 社の優勝ともなっている。1991から1992年のパルサージテ・ R を最後に本社の業績不振からシーズン途中で撤退した。通算ではダットさん時代と合わせて9勝を記録しているが、タイトルには手が届かなかった。 なおジテアー r は1992年に FIAA プロダクションカーカップでチャンピオンマシンになっている。三菱、ランサーエボリューション6.5トヨタ、日産同様1973年から参戦を開始。1974年にランサーでサファリラリーで初の優勝を記録した。ハイガス規制対策で一時休止後、1981年に ランサーで復帰。1984年には、ラリーアートを創設し、拠点をヨーロッパに移した。その後長いグループ A 導入とともに、開花。1989から1992年に、ギャランで、計5勝を上げた。1993年には、ランサーエボリューションがデビューすると、1996年から1999年まで、 トミ・マ念によって4年連続ドライバーズタイトル、1998年にマニュファクチャーズタイトルを獲得し、日本車黄金時代の一翼を担った。しかし WR 化へ移行する中で最後までグループ A にこだわった結核戦が続き、トミ・マ念の離脱や人材不足もあって混迷を極め、2003年に参戦休止。2004年に新設された MMSP が、 ラリーアートから運営を引き継ぎ、ジル・パニッツィをエース、新たに開発したランサー WR カーで再出発したものの、トラブルの多発により、母国戦のラリージャパン開催前に活動を休止。2005年は、ハリ・ロバンペラをエースに起用し、パニッツィとロバンペラが表彰台、ラリートルコでは、ジジガリが一時首位を走るなど躍動したものの、本社の相次ぐ、リコール隠し問題から、 経営悪化したため2005年に3度休止、これが事実上の撤退となった。2007年末には英国の拠点を閉鎖、2010年にラリーアートが業務の一部停止を発表した。しかしその後もランサー WR カーはプライベーターに用いられ、2006年にダニエル・カールソンがラリースウェーデンで総合3位入賞した。また同社のグループ N 規定車両も、 2012年までの PWRC で4度のドライバーズタイトルに貢献した。現在も地元プライベーターによるランエボのスポット参戦は多く、2017年ラリーオーストラリアでは上位勢の大量リタイアもあり、ランサーエボリューション X の地元ドライバーネイサンクイーンが総合ポイント圏内でフィニッシュした。また、 スウェーデンのプライベーターである M パート AB がグループ R5 相当のミラージュを独自開発して2018年から北欧イベントにエーズン社としてスポット参戦しているが正式な公認取得の予定はないとしている。1981年にベルギーに設立されたマツダラリーチームヨーロッパのもとにマツダの WRC 活動の大半は行われた。 1979年のラックラリーからグループ2規定のサバンナ RX-7 で参戦。グループ B 規定も RX-7 で1986年まで戦い続け最高3位の成績を収めた。グループ A が導入されるとワークス活動はそれまでイクラスで活躍していたファミリアに切り替えられた。ファミリアは1987.89年。 スウェディッシュラリー、1989年、ニュージーランドラリーで、合計3度の総合優勝を記録。本社の業績不振のため、タイトル獲得は達成できないまま、1992年を、もって撤退した。ファミリアは蘇生に優れており、FIA プロダクションカーカップで3度チャンピオンマシンになっている。スバルインプレッサ WRC1980 年の、 サファリラリーのいクラスにてデビュー。この時アウディより1年早く持ち込んだ 4WD は 2WD が常識だった当時は画期的なもので、このレオーネは高い戦闘力を発揮しすぐにクラス優勝を挙げた。グループ A 規定導入後の1990年、イギリスのコンストラクターのプロドライブとのジョイントでレガシーで最高クラスに挑戦を開始。 1993年に初優勝し、1995年に初のドライバーズマニュファクチャラーズタイトルを獲得。以降1997年までマニュファクチャラーズタイトルを3連覇した。また2001年にリチャード・バーンズ、2003年にペター・ソルベルグがドライバーズタイトルを獲得している。しかしその後は頻発するトラブルや度重なるモデルチェンジによる、 仕様変更の影響もあって、上位に絡めない展開が続く。2008年にようやくトップ争いが見える位置まで復活するが、上位のシトロエン、フォードとの差は開いており、2008年に経済状況と当初の目的を達成したことを理由として撤退した。スバルは三菱土曜 PWRC でも猛威を振るい、 2003年から2007年まで5年連続でドライバーズタイトルに貢献。p w r c が WRC 人に変わった後も2014年までワークス支援を続けていた。鈴木 SX4WRC 鈴木は日本メーカーでは最後発に当たる。1986年に田島信弘のモンスタースポーツが中心となって開発した。 カルタスのグループ英語使用でアメリカのオリンパスラリーにスポット参戦したのが初めてであった。その後1988年まで英語クラスで同ラリーを3連勝した。特に1988年は多数のワークス不在という条件はあったものの三菱、松田を抑えて総合でも日本勢最高位でのフィニッシュとなった。その後、 一旦鈴木はエープクへと転身した。2002年に田島率いる鈴木スポーツが、イクラスの JWRC に参戦し、スーパー1600規定のイグニスとスイフトで3度のドライバーズタイトルを獲得している。通算勝利数は、シトロエンの32勝に次ぐ24勝で、歴代2位である。最高峰の WRC クラスには、当初2007年が、 書き開幕となるウィンターシーズン案が検討されていたため2007年からの前線参戦を計画していたがウィンターシーズン案が撤回されたため2007年は参戦に鈴木 SX4WRC でテスト参戦し2008年からフル参戦したシーズン前半は初期トラブルが多発し完走も難しかったが後半にへ向けて改良が行われ 2台乾燥することが増えていった。しかし最高位は日本とイギリスの5位に終わり、2008年12月15日にリーマンショックによる業績不振を理由に鈴木は2009年以降の WRC 参戦休止を表明した。その後も JWRC 活動は続いたが、2010年をもってマルチメイクが終了したのに伴いこちらも撤退となった。 グループ2のシャレードで1979年から1981年にラリー・モンテカルロにスポット参戦1981年にクラス優勝を勝ち取った。また最高峰に向けてデトマソ社と共に本格的なグループ B カーである 926R を開発していたもののグループ B 廃止で市販化も含めて幻と消えた。 1982年からサファリラリーに参戦し始め、82.8485から88.90から93年にクラス優勝。特に1993年のサファリでは、排気量が 1L 大きいライバルたちを相手に検討、総合1から4位を占めたトヨタセリカに次ぐ総合、5から7位に食い込む活躍を見せた。 現在トラックメーカーとして知られるイスズだが、乗用車製造から撤退する前には、ラックラリー限定で WRC に、スポット参戦していた。日本人で構成されたチームイスズは1983年から1985年に、アスカ、1986.1987年は、ジェミニを運用。1984年に、グループ A クラスで優勝している。 メーカーのみならず、多くの日本人ドライバーが、WRC に参戦した。イクラスでは、目覚ましい活躍が残されており、PWRC では、荒井敏弘が2度のドライバーズタイトルを獲得している。また、プロダクションカーカップや2リッターカップなどでは、西山博士、藤本義郎らが勝利を挙げているほか、八津田原文優が2006年の PWRC で、 ラリー・モンテカルロを含め3勝を挙げて、年間2位の成績を収めている。一方で、日本人の WRC 総合優勝記録は、2021年、現在、篠塚健次郎の1991.1992年、コートジポワール・ラリーの2回のみに止まっている。 2015年からはトヨタ画像レーシングの育成プログラムの下、元 WRC ドライバーの勝田照夫を祖父に持つ、勝田木本と新荒井俊弘の息子、荒井大輝、小ドライバーの足立さやかが、トヨタの支援で、WRC2 に参戦し、2018年のラリースウェーデンで、勝田が、日本人初の WRC に優勝を挙げている。勝田はトヨタに才能を見出され、 2019年に WR カーデビューを果たした。このほか全日本ラリー選手権の経験を持つドライバーがグループ NR 車両などでスポット参戦することも珍しくない。開催国を中心としてヨーロッパで絶大な人気を誇る WRC はテレビ放送も盛んに行われている。特にフィンランドは母国イベントの開催時に 国民の10%が感染するほどの人気があるという。FIA としてもテレビ放送から得られる収入は無視できないものとなり、スーパー SS などテレビ放送向けにイベントを組んでいるが、より多くの視聴者を獲得するためには、テレビ放送より規模の大きいインターネット配信が有効という意見も出ている。ラジオ放送も行われており、 日本でもインターネット経由で聞くことができる。また2014年から一部の SS を有料配信をする公式ライブストリームサービスの WRC プラスが配信開始。2018年には全 SS をライブ配信をする WRC オールライブへと名称が変わった。これも日本で視聴することが可能で、また r e d ル t v では 同配信の一部を無料で配信している。2019年現在 J スポーツが各イベントの最終 SS のライブ中継や各デイイベントのダイジェスト、ラリージャーナリストが取材した WRC の裏側リポート等を有料放送している。1990年代は NHK で WRC の報道がされていたほか、2003年以前は日本テレビで深夜に ダイジェスト番組が放送されていた。2004年にテレビ東京でもダイジェスト放送が開始。祝日や土日の昼頃に放送されており、時にはナビゲーターが現地リポートを行うこともあった。2005年のラリージャパンでは報道ステーションの松岡修造が出演するコーナーにて特集され、2006年には前述の放送局に加えてインターネット放送、ギャオ、 CS 放送、アクスン、地上波放送日本テレビ系列及び福井放送で行われたが、以降は、地上波で、WRC や、ラリージャパンに関する放送はされなくなった。衛星放送では、BS 日テレでもダイジェストで放送していたが、スバルの WRC 撤退による、スポンサー撤退で2008年12月25日で、放送終了。2008年は、 テレビ東京系の番組、もやもやサマーズにとタイアップし、同年11月14日に21時から2時間特番を放送した。その他の放送局は、WRC の報道に消極的であり、日本で開催されるラリージャパンも例外でない。同ラリーの開催時期でも、地上派では、過去に WRC の放送経験があるテレビ、東京系列のほかは、 日本テレビ系列や NHK で多少触れられる程度であった。2017年からトヨタの WRC 復帰がきっかけでテレビ朝日において地球の走り方世界ラリー応援宣言というダイジェスト番組や報道ステーションのスポーツコーナーにおいて各イベントの結果の放送がされるようになっている。2018年1月にはアメトーーーク。で、 世界ラリー大好き芸人が特集され、1時間の枠で WRC が紹介された。地球の走り方は芸人による現地リポートがメインの初心者向けバラエティ番組であり、モータースポーツファンからは不評であった。また、番組出演者がサービスパークでワルフザケや MC の渡辺健がクリス・ミークのクラッシュシーンで不快な演出を行い、 投資員を主張していた J スポーツの WRC 番組 MC の栗田、香織から批判されるなど不備が存在。地球の走り方としては2018年をもって終了。2019年以降は世界ラリー応援宣言2019、ラリージャパン応援宣言と5分番組に縮小し放送を続けている。また、地球の走り方終了後の2019年以降も、 報道ステーションでは不定期に WRC の結果を報道しているほか、テレ朝ポストもラリー記事を投稿していたものの、2021年以降は記事投稿を行っていない。この番組の影響もあり、六本木ヒルズで毎年行われているテレ朝夏祭りでも WRC に関連したアトラクションが設営されていた。その後、世界ラリー応援宣言と入れ替わるような形で、 BS 日テレが11年ぶりにラリーダイジェスト番組を4月よりラリーツールドコルスからスタートさせたものの12月をもって終了2020年には NHKBS にて勝田た本元の挑戦を追いかけたドキュメンタリー番組が放送され6月には同局にて開幕戦から第3戦までのハイライト番組を放送同年12月には 残り4000のハイライト放送を行った。2021年以降も NHKBS にてハイライトが不定期で放送されている。また、ユーロピクチャーが1990年代前半からヨーロッパのラリーハイライト番組を翻訳した VHS を発売している。その他、カーグラフィック TV もラリーのハイライトを放送したことがあった。 WRC の専門雑誌としては、1990年に創刊した WRC 速報誌、ラリーエクスプレスが草分け的な存在だが、2007年末の出版社の解散に伴い廃刊。現在は同志の元スタッフが運営を引き継いだ、携帯サイトラリー X モバイルとして、ラリー情報を配信している。2017年現在、 WRC 専門誌、WRC プラスは、配管、編集部が同誌を引き継ぐ、ラリー全般誌、ラリープレスとして刊行されている。新谷薫のガッデムが、ビッグコミックスペリオールで1988年から1990年まで、連載され、OVA としてアニメ化もされた。パリダカのようなものだけをラリーと認識している人が、多かった、当時の日本に、 WRC のルールを浸透させたエポックメイキングな作品。架空の日本車メーカー、三沢自動車と日本人ドライバーとどろきの活躍を描く。なお、新谷香織は同じく WRC を扱った作品として、ナビをヤングマガジン GT に2000年1号から2002年6号まで連載、単行本前一巻をヤングマガジンコミックスから発売している。 こちらはドライバーではなく、ナビゲーターが主人公というのが珍しい。新村圭一郎のフラットアウトが別冊ヤングマガジンに2005年4月から2006年12月まで連載された。2004年のラリージャパンとラリーオーストラリアを舞台に日本人、ドライバー兼、達也の活躍を描いている。2018年6月には、 トヨタの全面協力のもとに WRC を目指す、ドライバーとそれを支えるメカニックの兄弟を描いた、東出正大、新た真っ優主演の映画、オーバードライブが公開された。また、2021年秋には再びラリーを題材に、した、映画、僕と彼女と、ラリーと、が、公開予定。w r c w r c にプロ w r c に w r c 3 JWRCPWRCSW RCWRC トロフィー2020年ラリーメキシコ終了時点。ありがとうございます。